あのね、これはね、非常にね、自分が自分の日本人としての立場っていうのはね、非常に難しいものがあって、まあ、いわゆる私は一線なわけですね、もうね、要するにここに住み着いてますからね。ただね、一線という立場っていうのは非常にね、あんまりこう、はっきりした立場じゃないわけね。日本っていう日の丸の旗でもない、ヘルの旗でもない。ただね、日系社会というのは面白い社会でね、やっぱり日本人なんですね、我々。だから日系人じゃないっていうのがここの日系の人にあるわけ。特にあの日系社会の中のそのそういうマスコミではやっぱり2世の人とか3世の人が頑張るとね、これはやっぱりもちろん応援の意味もあるから頑張れとよくやったっていうのがあるかもしれないけど、まあ我々はやって当たり前で、それもまあ日本人がやったということでそんなに評価はされてないかもしれないよね、うん、そういった意味で中途半端かもしれない。